古坊から出てきました。今ちょうどもうお昼の時間ですけれども、タコ棒で食べるよりもタコ棒を出たところにあるショッピングモールで食べた方が、まあ、美味しくて、ゆっくり食べることができるというふうに、ネットで書いてあったので、こちらの方に来ました。この店に入ってみます。ヤムチャの店みたいです。入ってみます。はい、どうぞ。この店あれだね、ヤムチャの店っていうよりも広東料理の店、広東料理の店、ヤムチャじゃない、多分ヤムチャの時間だと、なんか出てくるんじゃないのかな、まあ、こんな雰囲気の店、とりあえずタコ棒の中よりはゆっくりできるね、座れるし、まあ、そこまでうるさくないしね。どう？野菜の味します。それは当たり前じゃない。美味しい、美味しいね。はい、来ました。これはなんていうの、なんかの肉の、肉、まず豚、鶏と鴨、お肉、チャーシューも入ってるんだね、野菜ね、あとタレ、タレね、これなんだろう、美味しい、食べ応えがある、サクサクと、ごま油、クラゲじゃない？クラゲ。クラゲ？わかんないな。食べてきます。まずチャーシュー。はい。こんな感じです。まあ、タレつけた？つけなくても味ある。甘い。ちょっと。いくらげ？ちょうどいい。我们聊一次啊。我们聊我聊我聊两个应该先。ご飯来ました。肉は結局4種類でした、これカオヤーですね、北京ダックです。この前のビデオで紹介したシュエンチューダーよりもなんかこっちの店の方が美味しいです。でも広東風のダックなのでね、肉がしっかりついてて味もこちらの方が美味しいです。そうですね、あと醤油と合いますね。まあそうだね、